皆さんこんばんは、今日はですねバンテリンドームで行われました侍ジャパンの強化試合、ドラゴンズを相手にですね、さあどういうゲームを見せてくれるかということで、楽しみにしておりましたけれども、今日はですねドラゴンズのいいところがいっぱい見れましたね。一方のジャパンの方はちょっとこうピッチャーの方で陰りが見えたな、打つ方もですねちょっと湿ってるなっていうね、もう本当どっちがジャパンなのかなっていうような、戦いを見せてもらいました。まああと6日すればですねもう大会が始まります。まずは中国からですけれどもね、ちょっともうこの辺で、上げていかないといけないぞっていうそういう時期に来てですね、まだちょっとこうエンジンがかかっていない選手がちょっと多いな、ちょっと不安だなっていう気がしましたね。やっぱり野球っていうのは、こういうことがあるスポーツなんですね。その日さあどういう結果が出るかっていうのはですね本当にやってみないとわからない、いくらそれまでの実績があるピッチャーが投げるにしてもですねその日の状態はやはりわからないということでですね、今日はまあ言ったらみんなの予想をですね覆すそういうようなゲームになったと思いますね。まず、今日はホワイトボードを使います、ご覧いただきながら説明していきたいと思います。さあ、ホワイトボードで、ご説明していきます。今日の先発はですねジャパンの方は今永、そしてドラゴンズの方は小笠原、この2人ともにですね非常にいいボールが走ってましたね。その分やっぱり変化球を投げてもキレがあるということで、初回2回、いい感じで来ましたね。初回は今永少しピンチは作りましたけれども二塁牽制でですね、カリステをアウトにするとか4番ビシエドを152キロの高めで空振りの三振、本当に勢いのある球を投げてました。それに引きを取らなかったのが小笠原でしたね。小笠原このままジャパンに行って投げたらどうかなっていうぐらい、いいボールを投げておりました。山田を三振、近藤を三振、そして牧をショートゴロ、三者凡退できましたね。2回の表は今度は今永が三者三振ですよ。アキーノ、高橋周平、木下、まっすぐスライダー、チェンジアップ、もう素晴らしい、どの球も素晴らしかったですね。三者三振。そして、2回裏、ここはですね村上をショートゴロ、そして、岡本はレフトへヒットを打ったんですけれども山川空振りの三振、これはやっぱり落ちる球でしたね。そして、源田も空振りの三振、これも落ちる球でした。0対0先制したのはドラゴンズ。この3回の表ですねワンアウトから新人の田中いいですね。ワンボールから甘い球でしたけれどもレフトへヒット。ツーアウト後ですね2番のカリステの時の初球にですね盗塁、ツーアウト二塁という形を作って、カリステがレフト前にタイムリーヒットをしたというこの1点でしたね。あの盗塁も効きました。田中これいい戦力になるなっていうのを感じさせる活躍でしたね。そして、4回の裏今度はジャパンが追いつきました。ここは牧の内野安打から、村上が当たりは良くはなかったんですが、まあ、コースヒットですね1・2塁間を抜いたヒット、これで、ノーアウト1・3塁という形を作って、岡本のサードゴロで1点というね、まあ、ちょっと地味な点の取り方ではありましたけれども1対1、まあ、この辺までは本当にゲームとして良かったんですが戸郷、まあ、2番手戸郷が4回から投げるんですけれども戸郷のボールがですねパッと見た時にあれこんな球なのかなっていう感じでした。まあ、今永の球が素晴らしかったからかもしれませんけれども戸郷の球はもっと生きてるぞっていう感じなんですよね。いい時は今日の戸郷のボールはそんな生きた球ではなかったな、ちょっと調子はまだ上がってきてないなっていうのを感じさせる内容でした。それでも4回5回、まあ、ランナーを出しながら点は取られなかったんですが6回やっぱりやられましたね。2アウト後にアキーノ、低めのまっすぐガツンと行きましたねアキーノがね、これでまず2対1。その後ですね高橋周平が左中間に2塁打、木下が今度は右中間に2塁打で3点目が入るというねこの辺の、攻撃はですねドラゴンズちょっと打線良くなってるなっていうのを感じさせる、2点の取り方でしたね。そして、7回、これはもう大量4点が入るんですが、3番手の松井、
これはちょっと心配になりましたね。まずフォアボール、ツーアウトを取った後に細川いいですよ。細川今日は1打席目もライト打ったし、この4打席目、これはですねレフト線に、2塁打ですね。これは盗塁の後だったのでこれがタイムリーになりました。そしてその後またフォアボール、高橋周平がセンター前にヒット、そして、木下もレフト前にヒットということで、4点が入った。松井のこのコントロールの悪さ、これはですねさあどうしようかって考えないといけなくなりましたね。栗山監督はですね悪いなりで終わらせるとちょっと何にも収穫がないということでちょっと続投させたんですけれども、その続投でもなかなかいいものが出なかったということで、松井のこの使い方はこれからちょっともう一回どっかでチャンスを与えるとは思いますけれども、このままではちょっとゆとりのある時しか登板させられないぞっていうのをね今日感じてしまいましたね。栗林はまあ1本ヒット打たれましたけども安定してました。そして9回大勢はやっぱ安定してますね。この辺は心配ないと思います。ドラゴンズの投手陣はですね結局小笠原が5回まで投げましたね。ここまで5回も三者凡退、79球で3安打5奪三振1フォアボールということでね、もう素晴らしいピッチングをしたと思います。そして2番手涌井もボールのキレ、これはあったと思いますね。そして谷本は三者凡退に抑える。そして祖父江、先頭打者に二塁打を打たれて、1点は取られましたけれども、まあ順調に来てるかな。そして9回清水ツーアウト後にフォアボール2つ、これはちょっといただけないですけれどもね、この点差の中での無駄なランナー、まあ、そういうものは反省しないといけないと思いますけれども、まあゼロに抑えたと、そういうようなゲームでしたね。まあ、今日見て僕は思ったのはですね、去年までいなかった選手たちの活躍、これがドラゴンズにはねあったわけですね。カリステね、これもヒット打ちました。そして細川が2安打、そしてアキーノはホームラン、あと田中新人、彼もですね2安打1フォアボール2得点ですよ。ホームまで2回帰ってきてます。こういうですね今去年までいなかった選手たちの活躍、これはですね今日応援に来られたドラゴンズファンの人たちはですね楽しく感じたんじゃないでしょうかね。僕はもう最初に驚いたのはですねお客さんの多さ、今日発表はですね35,833人、この35,000人超えのバンテリンドームっていうのはなかなかシーズン通しても見られない、それをですねこの3月の初旬に見られたっていうね、まあ、やっぱり、まあ、ジャパンとの試合っていうのですごいメンバーが来てますので、一目生で見たい、そういうファンの人たちの気持ちがこれだけのお客さんを呼んだんだとは思いますけれども、そのジャパンにですね引けを取らない、戦いをしたドラゴンズ、もうここまでやってくれるとは多分ドラゴンズのファンも、思ってはなかったと思うんですが、もう期待以上の結果を残してくれた、今年のドラゴンズはやってくれるんじゃないかな、そういうものをですね感じさせる、7対2でしたね。ドラゴンズを語る時にはですねやっぱり投手陣は他球団に引けを取らないけれども、やっぱり得点力が弱い、そういう印象が強いチームなんですよね。だけど今日は7点取れた、その得点の内容を見るとですねやっぱり新戦力、去年までいなかった選手たちの活躍、そういうものでですねこうやって点を取れるようになったということで、これはちょっと期待を持たせましたね。まあ今日に限ってはですねもうジャパンのことはあんまり、多くを語らないでおこうかなと思ってます。それよりも今日はドラゴンズの戦い方を褒めてあげたいなと思いますね。戦力的にはですねちょっと選手層が薄いのかな、ショートセカンドを見た時に、まあ、今日はリュークは4打数ノーヒット3三振ね、まあ結果は全く出ませんでした。だからこの辺りをもし、打てなくなった時のメンバー誰が行くかな、村松なのかなって言って考えると、そうですねそんなに、層の厚さは感じませんけれども、まあ、それは何とかしていかないといけない、だけど、まあ、新戦力がこれ出てきたぞっていうのをですね感じさせる戦いをしたなという気がしますね。はい、結局10安打しましたね。10安打で7得点、三振は15個
しましたけれども、まあ、あれだけのボール投げられるとね、なかなか三振もこうやって多くなるとは思いますけれども、でもまあよくここ一番のところでこうポンポンとこう点取りましたね。こういう戦いをしてくれるとちょっとドラゴンズファンは今年は楽しみだぞっていうものをですね、感じる、そういうゲームを、まあ、ジャパンを相手にやったということでね、まあ、長打力がちょっとね乏しい打線と言われておりますけれども、今日は新外国人のアキーノが6回に、ホームランをレフトスタンドに打った、ねまあ、三振もしましたけれども、やっぱり長打力のある、バッターだっていうのをですね、これ感じさせましたね。メジャーで41本のホームランを打ってるバッターということで、その辺の片鱗は見せてくれたなと思います。勝ち投手は小笠原についてます。小笠原今年もやりそうですね、そういうものを見せた5イニングでした。そして負けが戸郷、戸郷ちょっと調子上げてこないと、今日のボールは戸郷らしからぬ、ボールだったなという気がしましたね。そして、松井がどういうふうにこれから使われていくのか、これもちょっとね見ていかないといけないなと思います。もう本当に来週の木曜日から予選が始まります。中国がスタートですね。ここからどんどん始まりますので、まあ、今日のゲームを見るとちょっとジャパンは心配になりますけれども、まあ、力のある選手がいっぱいいますので、まあ、栗山監督からすれば、まあ、この短い期間に調子のいい人悪い人、その見極め、これをしっかりしてやっぱりいい人を使っていくっていう風にしていかないといけないなと思います。名前だけで使っちゃうと失敗する恐れがありますので、やっぱり選手も波があります。調子のいい人、調子の悪い人、そこをしっかりとこの練習試合4つで見極めて、来週の本戦に向けて頑張ってもらいたいなと思いますね。今日のゲームはとにかくドラゴンズが素晴らしい戦いをした、ジャパンを相手に7対2、圧勝で、今日のゲームを制したということをお伝えしました。以上です。